者亭 B 始まるよ。みなさんこんにちは、パソチェ TV へようこそ。今日はワードの図形の機能を使ってホタルのおはがきを作ります。図形は主に曲線とグラデーションの練習を行います。おはがきいっぱいにホタルを飛ばしていきましょう。またこの動画の最後にパソチェ TV の地域の三船山で撮影をしたホタルの映像がございますので、こちらもご覧いただければと思います。それでは参りましょう。スタートボタンをクリックして、すべてのアプリからワードを起動します。ワードが起動しましたら、白紙の文章をクリックします。準備としてレイアウトタブをクリックします。サイズははがき、印刷の向きは横、余白は一番下のユーザー設定の余白をクリックします。ページ設定ダイアログが表示されました。余白タブをクリックします。余白に入力されている数字はすべて消していただいて、上は10、下も10、左も10、右も10と入力します。できましたら OK ボタンをクリックします。 Enter キーをトン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 と押して、2ページ目の一番下に来るまで押していきます。できましたら2ページ目の一番上をクリックして、カーソルをチカチカさせておきましょう。これで準備ができました。それでは早速ホタルのおはがきを作っていきます。画面では分かりやすいように表示倍率を高くしておきます。では2ページ目の一番上にカーソルがチカチカしていることを確認して、最初に草を作っていきます。挿入タブをクリックします。図形の下向きの矢印をクリックします。線の中の曲線をクリックします。マウスの形がこのように太いプラスに変わりましたら、今回はこのように曲線を書いていきます。曲線はマウスをクリックしたところで線が曲がるような作りになっています。では最初に用紙の左下の方でクリックします。クリックした後はマウスから指を離していきます。指を離していきますと、このように線がついていきます。ではこの辺で曲がるので、ここでまたクリックします。クリックしたところで線が曲がっていきます。ではまたこの辺でクリックします。クリックしたところで線が曲がっていきます。この辺でクリックします。クリックしたところで線が曲がっていきます。カーブを少し下げていき、この辺りでクリックします。次に折り返ししていきます。今書いてきた線に沿うように、少し下の方にマウスを持ってきましたら、この辺でクリックします。またクリックしていきます。クリックした後はマウスの指は離しています。またこの辺でクリックします。クリックします。この辺りでクリックします。ここでダブルクリックを行います。ダブルクリックをしますと、これで書き終わりということで、
周りにこのようなハンドルが表示されます。曲線は最初と最後のところがくっつかなくても大丈夫です。ではここで色を塗っていきましょう。曲線が選択されている状態で図形の書式タブをクリックします。図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックします。今回は最初にグラデーションをかけていきます。グラデーションのところにマウスをポイントし、一番下のその他のグラデーション、こちらをクリックします。画面右側に図形の書式設定の画面が表示されました。バケツのマーク、塗りつぶしと線のアイコンをクリックします。塗りつぶしの中の塗りつぶしグラデーションをクリックします。曲線の間が今青い色で塗りつぶされました。ではここにグラデーションをかけていきます。グラデーションはこちらのグラデーションの分岐点というところで設定していきます。今ゲージが4つあるのですが、一番左側が選択されています。ゲージが選択されていると、このゲージの周りがオレンジで囲まれています。ではこちらをクリックします。一番左のゲージをクリックします。色の右側のバケツのマークの右側の下向きの矢印をクリックします。こちらではその他の色をクリックします。色の設定ダイアログが表示されました。標準タブをクリックします。この中から少し濃い緑、こちらをクリックします。色はお好みですが、少し濃い色で良いかと思います。できましたら OK ボタンをクリックします。塗りつぶしの色がこちらの方、先端の方が緑に変わりました。では次に、グラデーションの分岐点左から2番目。こちらの分岐点は今回は使えません。消していきます。左から2番目の分岐点をクリックします。選択できましたら、右側のグラデーションの分岐点を削除しますというマーク、こちらをクリックします。グラデーションがなくなりました。今、ゲージが3つあります。また、左から2番目のゲージ、こちらをクリックします。色の右側のバケツのマーク、こちらの右下の右側の下向きの矢印をクリックして、今度は少し明るい緑にしていきます。標準の色の薄い緑をクリックします。こちらにグラデーションがかかり、濃い緑から薄い緑に変わりました。続いて一番右側のゲージ、こちらをクリックします。同じように色の右側のバケツのマークの右側の下向きの矢印をクリックします。こちらにはもう少し薄い緑、テーマの色の緑アクセント6、白プラス基本色 60% をクリックします。こちらに薄い緑がかかりました。続いて方向の右側の下向きの矢印をクリックします。こちらでは左方向をクリックします。さらに、こちらのグラデーションの左の、一番左のゲージをドラッグして、少し右の方に真ん中寄りに寄せていきます。グラデーションの色合いが変わりました。この辺はお好きなグラデーションで良いかと思います。迷った場合は画面と同じようにやってみてください。続いて、図形の枠線。図形の書式タブより、図形の枠線の下向きの矢印をクリックして、枠線なしをクリックします。図形の枠線がなくなりました。では、こちらの草を少し小さくしていきます。できましたらこれをいくつかコピーしていきます。ホームタブをクリックしてコピー、貼り付け、貼り付け
大きさや角度なども自由に変えていきましょう。自然のものですので、自由にしていただければと思います。角度を変えるときは、図形が選択されている状態で、図形の書式タブをクリックします。配置グループより、オブジェクトの回転の下向きの矢印をクリックして、左右反転をクリックします。草の向きが変わりました。こちらもいくつかコピーして貼り付けていきましょう。後から調整もできますので、大体の感じで大丈夫かと思います。はい、こんな感じでできました。それでは次にホタルを作っていきます。用紙の1ページ目に移動していきます。1ページ目の一番上をクリックしてカーソルをチカチカさせます。挿入タブをクリックします。図形の下向きの矢印をクリックして、基本図形の中の台形をクリックします。マウスの形がこのような少し大きめのプラスになりましたら、縦に長い台形を作ります。続いて台形の上には黄色いハンドルがあります。この黄色いハンドルにマウスをポイントして、マウスの先がこのような矢尻のような形になりましたら、マウスの左ボタンを押したまま少し左へずらしておきます。あまり左に行ってしまいますと完全な長方形になってしまうので、そこまで行かずに少し先ほどの台形よりも外側に角度を向けていきます。このような感じになりましたら、台形の選択は解除せずに、図形の書式タブより図形の編集の下向きの矢印をクリックします。頂点の編集をクリックします。台形の周りに四つ角にこのような黒い小さな四角のハンドルが表示されました。では、この台形の左側の真ん中ぐらいにマウスをポイントします。マウスをポイントし、マウスの形がこのようになりましたら、拡大していきます。マウスの形がこのようになりましたら、マウスの右ボタンを一回押します。線分を曲げる。こちらが表示されましたら、クリックします。台形の左側の線が少したわんだ形になりました。続いて、台形の右側、この右側の真ん中ぐらいでマウスをポイントします。マウスの形がこのようになりましたら、右クリックします。線分を曲げるをクリックします。こちらも少したわんだ形になりました。では、今度は台形の上の辺の真ん中にマウスをポイントして、マウスの形がこのようになりましたら、右クリックします。線分を曲げるをクリックします。こちらが丸くなりました。下のところの真ん中にマウスをポイントして、マウスの形がこのようになりましたら、右クリックします。線分を曲げるをクリックします。こちらもたわんで丸い形になりました。台形全体が丸い形になりました。できましたら、何もないところでクリックして選択を解除します。再び台形をクリックして選択します。図形の書式タブより図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックして、テーマの色の黒テキスト1をクリックします。
続いて図形の枠線の下向きの矢印をクリックして枠線なしをクリックします。この今丸くした台形、こちらをコピーしていきます。黒い台形が選択されている状態でホームタブをクリックし、コピー、貼り付け、もう一つできました。ではコピーした方の台形は小さくしていきます。縦横比はあまり気にしなくて大丈夫かと思います。このぐらいの大きさにしましたら、小さい台形が選択されている状態で図形の書式タブより図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックします。標準の色の濃い赤をクリックします。こちらをこの黒い台形の左上の方に載せていきます。もう少し台形を小さくしていきます。できましたらこの赤い台形をクリックして、ホームタブよりコピー、貼り付けをクリックします。赤い台形ができました。こちらを右の方に配置していきます。ホタルの目の下の方にあるこの赤い部分になります。今度はこの羽の部分、こちらの境目を作っていきます。挿入タブをクリックします。図形の下向きの矢印をクリックして、基本図形の中の月をクリックします。この台形とだいたい同じぐらいの高さになるように月を作っていきます。こちらの月の塗りつぶしの色を変えていきます。月の図形が選択されている状態で図形の書式タブより図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックして、テーマの色の白背景1をクリックします。この状態でこの月をもう一つコピーします。ホームタブよりコピー、貼り付け、できましたらコピーした方の月は後から使いますので少しずらしておきます。では最初に作った月の図形をクリックして選択します。月の図形にも黄色いハンドルがあります。こちらの黄色いハンドルにマウスをポイントして、マウスの形がこのような矢尻のような形になりましたら、マウスの左ボタンを押したまま左へとドラッグしていきます。月のボディがうんと細くなります。なくなってしまう少し手前ぐらいまでボディを縮めていただいたらマウスを離します。続いて月の弓なりのこの部分の角度を浅くしていきます。月の図形の右側の真ん中のハンドルにマウスをポイントします。マウスの形がこのようになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま左へとずらしていきます。カーブがあまりなくなった状態になりました。ではこの状態で木の高さも少し小さくしていきます。高さを小さくしますと弓なりの角度が深くなりますので、またちょっと角度をなくしていきます。このぐらいになりましたら、この黒い台形の真ん中の方に移動していきます。このような状態で、この月の図形が選択されている状態で図形の書式タブをクリックします。図形の枠線の下向きの矢印をクリックして枠線なしをクリックします。白い塗りつぶしだけが表示されました。ではこちらの月の角度をもう少しなくして、ほとんど角度がないような状態にしていきます。さらに高さをもう少し低くしていきます。この赤いところよりも下に
配置されるように大きさを変えていきます。こちらも大体で大丈夫です。ここまではよろしいでしょうか。それでは次にコピーして作った白い月、こちらを編集していきます。月の図形が選択されている状態で、図形の書式タブより図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックします。テーマの色より黒テキスト1をクリックします。月の塗りつぶしが黒になりました。こちらも先ほどと同じように黄色いハンドルにマウスをポイントして、マウスの形がこのような矢尻のような形になりましたら、マウスの左ボタンを押したまま左へ左へとドラッグしてボディを小さくしていきます。ボディをうんと細くして、どんどん線のような状態にしていきます。できましたらマウスを離します。こちらの高さを今の半分よりもう少し低いぐらいにしていきます。月の弓なりの角度が深くなりますので、またこちらの角度を浅くしていきます。月の図形の右側の真ん中の白いハンドルにマウスをポイントして、マウスの形がこのようになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま左へとずらしていきます。ドラッグしていきますと月の角度が浅くなります。先ほどよりは少し角度をつけていきます。このくらいになりましたら、月の図形が選択されている状態で、図形の書式タブより図形の枠線の下向きの矢印をクリックし、枠線なしをクリックします。うんと細く小さな月になりました。ではこちらをクリックして選択していただきましたら、このホタルの上の方に配置していきます。ホタルの触角になります。角度を少し変えていきます。だいたい月の真ん中ぐらいが出るような感じで配置していくといいと思います。今ホタルの一番上に触角が出ていますので、こちらが赤いところにかかっています。この月の配置を一番後ろにしていきます。月の図形が選択されている状態で、図形の書式タブより配置グループの背面へ移動の右側の下向きの矢印をクリックして、再背面へ移動をクリックします。月の図形が一番下に入りました。では続いてこのままホームタブをクリックして、コピー貼り付け、細長い月がもう一つコピーされました。ではこの状態で図形の書式タブより配置グループのオブジェクトの回転の下向きの矢印をクリックして、左右反転をクリックします。向きが反転しました。ではこちらをホタルの反対側の方に配置していきます。順序も一番下に配置していきます。月の図形が選択されている状態で、図形の書式タブより配置グループの背面へ移動の右側の下向きの矢印をクリックして、再背面へ移動をクリックします。触角が2つできました。ではちょっと全体を整えていきます。ホタルのボディの上の方をクリックします。こちらを少し縮めていきます。こちらの太さも少し細くしていきます。赤い部分ももう少し小さくしていきます。このようになりましたら、全体を
グループ化していきます。ホームタブをクリックします。練習グループの選択ボタンの下向きの矢印をクリックして、オブジェクトの選択をクリックします。このホタル全体が選択できるように、左上から右下に向かってぐーっとドラッグしていきます。図形がすべて選択された状態で、図形の書式タブをクリックします。配置グループよりオブジェクトのグループ化の下向きの矢印をクリックして、グループ化をクリックします。これでひとまとまりになりました。ではこちらをもう少し全体を小さくしていきます。全体が小さくなりましたら、ホタルの図形が選択されている状態で、ホームタブをクリックして、切り取りをクリックします。2ページ目のどこか中ほどでクリックしてカーソルをチカチカさせましたら、貼り付けをクリックします。ホタルが貼り付きました。表示倍率を少し小さくしていきます。ではこちらをなんとなくこの草の上にいるように配置していきます。大きさも小さくしたり、に大きくしていただいても良いかと思います。位置は適当なところに配置しておきます。それでは次にホタルの光る部分、こちらを作っていきます。再び1枚目のところに移動して、1枚目の一番上をクリックしてカーソルをチカチカさせておきましょう。挿入タブをクリックして、図形の下向きの矢印をクリックします。基本図形の中の楕円をクリックします。マウスの形がこのように少し大きめのプラスに変わりましたら、シフトキーを押しながら右下にドラッグしていきます。まん丸になりました。できましたらマウスを離してからシフトキーを離します。次にこの円の色を変えていきます。図形の書式タブより図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックしてグラデーションにマウスをポイントします。その他のグラデーション、一番下のその他のグラデーションをクリックします。図形の書式設定の画面の塗りつぶしの中の塗りつぶしグラデーションをクリックします。先ほどの緑のグラデーションが残っていますが、こちらは変えていきます。種類というところの右側の線形の下向きの矢印をクリックして、放射をクリックします。さらに、放射と書かれたすぐ下の方向の右側の下向きの矢印をクリックします。方向はこの真ん中が濃い緑になっている中央からというところをクリックします。このグラデーションはゲージが3つありますが、一番左のゲージ、こちらが真ん中になっています。一番左のゲージを真ん中ぐらいに、色と同じぐらいの位置にしておきます。一番左のゲージの色を変えていきます。色の右側の下向きの矢印をクリックして、標準の色の黄色をクリックします。中央が黄色に変わりました。左から2番目のゲージをクリックします。こちらはこのままの色で進めていきます。この緑の薄い緑のゲージが選ばれている状態で、透明度のところを 50% にしていきます。ゲージを動かしても構いませんし、こちらの数字の方を上下動かしても構いません。だいたい 50% ぐらいで大丈夫です。続いて一番右のゲージ、こちらをクリックします。こちらもこの色を活かしていきましょう。透明度は同じく 50% ぐらいにしていきます。
この円の枠線をなしにしていきます。円の図形が選択されている状態で、図形の書式タブより図形の枠線の下向きの矢印をクリックして枠線なしをクリックします。円の図形が選択されている状態で、図形の書式タブより図形の効果の下向きの矢印をクリックします。ぼかしにマウスをポイントします。ぼかしのポイントを10ポイントにしていきます。10ポイントにしますと、周りがぼかされて円が小さくなったように見えます。ではこの状態でホームタブをクリックして、このぼかした黄色い楕円をもう一つコピーしていきます。コピー、貼り付け、2つできました。では2つ目のぼかした楕円の方を少し色を変えていきます。グラデーションの分岐点の一番左の黄色いゲージ、こちらを左へとずらしていきます。全体的に緑がかってきました。中央は黄色いままですが、左の円と比べると緑の部分が多くなりました。さらに透明度、こちらも 50% ぐらいにしておきましょう。さらにこの楕円は先ほどよりも二回りぐらい大きさを変えていきます。シフトキーを押しながら楕円の四つ角、どこでも構いません。画面では左上にマウスをポイントします。シフトキーを押しながら右下にドラッグしていきますと、楕円が小さくなります。このような感じで左の円と比べると少し小さくなりました。ではこちらをそれぞれ大きい円、小さい円、それぞれコピーしていきます。最初に大きい円をクリックしてコピー、貼り付け、次に小さい円をクリックしてコピー、貼り付け、それぞれ2つできました。では次にこの大きい円の1つ、どちらでも構いません。1つクリックして選択します。切り取りをクリックします。2ページ目の用紙の中ほどをクリックして貼り付けをクリックします。ホタルの近くに大きな円が移動してきました。ではこちらをホタルの下ぐらいに配置していきます。できましたらこちらの円をもう一度クリックして選択します。このままでも良いのですが、もう少し透明度を出していきます。円が選択されている状態で、図形の書式設定の画面のグラデーションの分岐点、黄色いところ、こちらは先ほど透明度は 0% のままにしましたが、少し透明度を設定していきます。 30%、40% ぐらいにしておきます。そうしますと後ろの草が透けて見えます。できましたら一度何もないところでクリックして円の選択を解除します。次に先ほどのホタル、こちらをクリックします。図形の書式タブをクリックして、配置グループより前面へ移動の右側の下向きの矢印をクリックして、最前面へ移動をクリックします。ホタルの方が上に移動していきました。次にまた1ページ目の今度は小さい円、こちらをクリックします。切り取りをクリックします。2ページ目の中ほどをクリックして貼り付けをクリックします。小さい円もこちらに移動してきました。ではこちらをホタルの上の方にかぶせていきます。先ほどの大きい円はホタルの下、ホタルを間に挟んで小さい円を配置しています。配置ができましたら大きさなども少し整えていきましょう。ホタルに合わせて円の大きさも変えていきます。
い、それでは円とホタルをグループ化していきます。では少し分かりにくいのですが、大きい円の端の方でクリックして選択します。次にホタル上の方でシフトキーを押しながらホタルの図形をクリックします。最後に小さい円ホタルの図形の下の方でクリックすると、このように選択ができます。画面のようにすべての図形が選択できましたら、図形の書式タブをクリックします。配置グループよりオブジェクトのグループ化の下向きの矢印をクリックしてグループ化をクリックします。ホタルが光っている状態でこちらがグループ化されました。ではこの光っているホタルをあと2つぐらいコピーしましょう。ホタルが選択されている状態でコピー貼り付け、もう一つ貼り付け、ではこちらをお好きなところに配置していきます。大きさも角度も変えていただいて大丈夫です。縦横比はあまり気にしなくても良いかと思います。ホタルの光っているところが透けている感じになってますので、草のところとのコントラストが綺麗になっているかと思います。それではまた1ページ目に戻りまして、先ほどの円ですね、こちらを今度はホタルなしで重ねていきます。大きい円をクリックします。こちらの方もグラデーションの黄色い部分の透明度を変えていきましょう。透明度先ほど0にしていましたけれども、透明度が少しあった方が透けた感じが出ますので、ちょっと直していきます。こちらの透明度を 40% ぐらいにしていきましょう。では続いて小さい円をクリックします。この大きい円の方に重ねていきます。上の方に重ねます。ぼかしが入っているのではっきりとわからないのですが、このように小さい方は緑が強い円になっています。ではこの状態で2つをグループ化していきます。小さい円をクリックして選択しましたら、シフトキーを押しながら大きい円をクリックします。画面のように2つの円が選択されていることを確認して、図形の書式タブより配置グループのオブジェクトのグループ化の下向きの矢印をクリックしてグループ化をクリックします。これで1つになりました。ではこちらのグループ化したホタルがいない方の光だけの方も2枚目に移動していきましょう。ホームタブをクリックして切り取りをクリックします。2枚目のところでクリックして貼り付けをクリックします。こちらも2枚目に移ってきました。大きさも少し小さくしておきましょう。これは後からたくさんコピーしますし、大きさも変えますので、今はこの辺に配置しておけば良いかと思います。ではまた1枚目に戻ります。今度はこの1枚目に背景を作っていきます。挿入タブをクリックします。図形の下向きの矢印をクリックして四角形の中の正方形長方形をクリックします。用紙いっぱいにドラッグします。用紙からはみ出てしまっても構いません。用紙いっぱいに配置しましたら、図形の書式タブをクリックします。図形の枠線の下向きの矢印をクリックして枠線なしをクリックします。図形の塗りつぶしの下向きの矢印をクリックしてグラデーションにマウスをポイントします。
グラデーションは一番下のその他のグラデーションをクリックします。図形の組織設定の塗りつぶしの中の塗りつぶしグラデーションをクリックします。先ほどの黄色いホタルの光のグラデーションが残っていますが、こちらの色を変えていきます。まず種類は放射のままで大丈夫です。続いて種類の下の方向の右側の方向のマーク、こちらの右側の下向きの矢印をクリックします。一番左の右下隅からこちらをクリックします。では色を変えていきましょう。一番左の黄色いゲージ、こちらの位置を一番左にずらしていきます。黄色いゲージが選択されている状態で、色の右側の塗りつぶしのマークの右側の下向きの矢印をクリックします。テーマの色より白背景1をクリックします。続いて2番目のゲージ、薄い緑のゲージです。こちらをクリックします。色を変えていきます。塗りつぶしのバケツのマークの右側の下向きの矢印をクリックします。その他の色、一番下のその他の色をクリックします。色の設定ダイアログが表示されました。標準タブをクリックします。この中のかなり濃い青、こちらをクリックします。できましたら OK ボタンをクリックします。今透明度が 50% なので濃い青ですが少し薄く見えます。透明度を直していきます。透明度は 50% ではなくて 0% にしていきます。一番右の先ほどよりももっと薄い緑のゲージをクリックします。こちらの色も直していきます。色の右側の塗りつぶしのバケツのマークの右側の下向きの矢印をクリックして、標準の色より濃い青をクリックします。用紙の左上が濃い青に変わりました。続いてこちらのグラデーションの色合いを少し変えていきます。右から2番目、左からも2番目ですが、このゲージをクリックして左ボタンを押したまま左の方にずらしていきますと、濃い青の部分が増えていきます。白い部分が小さくなっていきます。真ん中より左ぐらいまで持っていきます。続いて白いゲージ、こちらを少し右にドラッグしていきますと、用紙の右下がもっと白くなります。この辺はまた後から調整していきますが、大体こんな感じにしておきましょう。できましたらこの大きな背景、この図形をクリックします。今選択されているかが分かりにくいときは、少し図形を小さくして、図形の周りにこのようにハンドルが出ていれば選択されている状態です。ホームタブより切り取りをクリックします。2ページ目の一番上をクリックして貼り付けをクリックします。背景が上に上がってきました。ではこちらを用紙いっぱいにドラッグして何も見えない状態にしていきます。ここまでできましたら図形の書式タブをクリックして、配置グループより背面へ移動の右側の下向きの矢印をクリックします。再背面へ移動をクリックします。ホタルと草が出てきました。ではここでホタルのこの光をたくさんコピーして貼り付けていきましょう。ホームタブをクリックしてコピー貼り付け、何度も貼り付けを押して自由に大きさや形を、もしまん丸でなくても良いかと思います。どんどん配置していきましょう。
光だけではなくて草なども増やしていただいても大丈夫です。ホタルも増やしていただいても大丈夫です。この辺は本当にたくさん貼り付けをしますと、とても幻想的に見えますよ。パソチャ TV の地域ではこのようなホタルがたくさん見られるところがいくつかあります。動画の最後にご紹介しています御船山でもたくさんのホタルを見ることができます。表紙の1枚目、1ページ目は不要となりますので、こちらを消していきましょう。1ページ目の一番上から一番下の開業までドラッグします。画面のようになりましたらバックスペースキーを押します。2ページ目が上に上がってきますので、これで用紙は1枚だけになります。表示倍率を 100% に戻します。全体のイメージとしてはこんな形になります。はい、これでホタルのおはがきの完成です。よかったら私たちと一緒に練習しましょう。皆さん大変お疲れ様でした。ホタルの絵はがきは上手にできましたでしょうか。今回は曲線の練習や図形の頂点編集の練習を行いました。少し操作が複雑だったのではないかと思います。初めてやるとなかなか思ったようにいかないと思いますが、練習を重ねていくことで上手になっていくかと思います。ぜひチャレンジしてみていただければと思います。また実際のホタルを見に行かれるときは、ホタルは明るいと光りませんので真っ暗な中を歩くようになります。田んぼや川沿いを歩きますので足元には気をつけていただければと思います。またこういうところには蛇などがいたりもしますので、服装なども気をつけていただければと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。嬉しい、楽しい、パソチャTVまた見てね。